いやー、そこまで考えてると全く思ってなかったんで、ちょっと。ご両親が全く怒らない登坂君。本当になんかほっとかれすぎて、大丈夫、興味ないのかな、俺に。愛されてないのかな、そう、本当に。なんか、他の友達とかから夜遅くなったりとかすると、やべ、親から電話来たみたいな。めんどくせえとか言ってるじゃないですか。俺全然かかってこないから。 で22歳ぐらいの時にあのオーディションの話があって、でそれも親に黙って受けたんですよ。そしたらちょうどあのオーディションがテレビでずっと密着が入ってて、ずっと毎週放送されてたんですよ。そしたらある日、母親が自分の地元のスーパーで夕飯の買い物してたら、友達のお母さんがカーンって来て、オミ君今すごいね、オーディションでとか言われて、母親それが初耳で、知らなかった。テレビに出てるってことを知らなくて、そこで初めてあと一歩で合格できるかもしれないっていうのをそこで初めて言って、言うたらなんて言うて、そしたら、あ、そうなの、頑張んなさいっていうぐらいで。全部肯定していく育て方っていうのもあるってことだよね。結果それが良かった、良かったってことだ。実際のところ、なんで怒らずに放任主義で育ててくれたかっていうのは、実際にご両親に聞いたことはある？ないです。実は今回、あら、お母さんに本当のところを聞いてみました。マジっすか？なぜ登坂の両親は超放任主義だったのか。登坂さん、お母様よりメッセージを預かっていますので読ませていただきます。小学生の頃、温泉旅館でショーを見ていた時、ヒロミは何を思ったのか、突然一人で舞台に上がって歌を歌い始めたり、思いもよらない行動をとることが多くありました。ですから、私たち親があれこれうるさく言って育てるよりも、本人の思うように自由にのびのびやらせた方が、ヒロミの持つ長所を潰さないのではないかと思い、うるさく口出しすることはしませんでした。その結果、勉強は嫌いでしたが、たくさんの友達にも恵まれ、いつも楽しそうな笑顔を見せてくれ、その笑顔に私たちは何度も救われたのを覚えています。あなたがやりたかったことを実現することができて本当に良かったと思います。ちなみに最近はお父さんがヒロミの CD を車で聴きながら、俺の息子があれだけ歌がうまいならお父さんもうまいはずと言っては、とんでもない歌声を聞かされて困っています。応援してくださる皆さんへの感謝と努力する謙虚な気持ちを忘れずに、これからも頑張ってください。あと、先日仕送りをしてくれると聞いてから、まだもらっていないので楽しみに待っています。素敵なご両親、こんな育て方あんのね。初めて聞きました。初めて聞いた。聞いてみてどうですか？いやー、そこまで考えてると全く思ってなかったんで、ちょっと早く仕送りしなきゃと思いました。一人暮らししてて、ちょっと前なんですけども、その時も風邪ひいて、多分ね、前もね、この番組で喋ったことあったんですけども、薬も家にないんですよ。一人暮らしするときに、ね、まさか自分が風邪ひくなんて想像してないから、もう何もないわけです、家に。で、もう一人で風邪ひいて、もう熱もあって、つれーとか思ってて、でも、その多分似たような感じで、本当に実家も、まあ電車でちょっと1時間以上かかる場所なので、まあわざわざ親にも連絡することもなく、まあ僕も一人で頑張ろうというか、まあ治るだろうと思って、一人で、まあ家で過ごしてたんですけども、ちょうどその時に、まあ、マッサージ屋さんみたいに、こう、母親が直接来たわけじゃないんですけども、で、何も言ってないのにメールとか入ってきて、風邪とかひいてないとか、そういうなんか、このタイミングですごいな、みたいな。でもなんか同じこと言ってました。本当風邪とか流行ってる時期だから、風邪とか引いてないの？みたいなメールをもらった時に、もうすごいな、みたいな。全く一緒じゃないですか、マッサージ屋さんと、ね。すごい。だから似たような経験だったんでびっくりしました。なんでわかるんですかね。ね、しかも結構、自分も実家に住んでたんですけども、体の心配を超してくるというか、もう本当に結構うざいなっていうぐらい引いてくるじゃないですか。でも今考えると、そうやって言ってくれるのって母親しかいないのかなっていう。そうだね。だからそういう意味では本当に、感謝したいなというか、本当に母親ってすごいでかい存在だなっていうふうに感じますね。僕も今、ツアーとかやってて、やっぱ喉の心配を親がすごくしてくれるので、ああ、そうなんですね。メールちょこちょこ入ってきてますね。へー。大丈夫みたいな、ちゃんとケアしないのみたいな感じの心配はすごくしてくれるので、やっぱ母親ってそういうところが、何歳になってもそうやっていつも心配してくれるので、なんか逆にこう母の日とかはなんかしてあげたいなと思ったりするわけなんですけども。自分は、まあ手紙結構書いてますよ。おお、めっちゃいいじゃん。
僕もメールは送りました。やっぱりなんか手紙とかメールだとやっぱ言いやすいよね。うん、なんかね、なかなか日頃言いづらいですけども、うん、母の日とかなんかそういうこの日っていうのがあるから、なんか逆にその日は言いやすかったりするので、うん